なんかふわーってなんかボールの下を切るっていう解釈をしがちなんですが、ラケットを、ね、立ててテイクバックをすればボールは落ちていきます。だから、ね、下から前に振ろうとしてかけてみよう。フォアハンドスピン、バックハンドスライス、超簡単、すぐにできる、誰でもできる解説。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。はい、またちょっとね持っちゃいましたけどね、まあ今日はですね、こうスピンかけていくときね、スライスをこう打っていくときに、まあ簡単にこうこれ意識していくといいですよ、まあ、これちょっと注意した方がいいですかねっていうお話を。で、まあ、なんでですね、あの初めにこのスピン、ね、フォアハンドのスピンと、バックハンドのスライスかというとですね、あの一番習得していくのに実践向けというか、例えばこう、ね、すぐにでもやっぱ試合に出ていきたいとかなってきた時に、まあ、あのスピンって結構大事なんですよ、フォアハンド でフォアハンドのスライスもまあ一つのこう技術だったりするんですけども、やっぱプロの試合とか見てても、ね、やっぱ基本的にはスピン気味のボールですね。で 昔言うこのね、ラケットヘッド下げて上に膝曲げて伸びてっていうわけではなくね、いわゆるこう高い弾道で上がって落ちていくような、ね、このスピンをかける、ね、あとはバックだとどうしても、まあ、得意な方はそのままでいいんですけど、まあ、特にシングルスとか言ってた場合ね、しっかりとスライスで沈めて、で浮いてきたのをこうフォアハンドで打っていくっていうのが、まあ僕が20年間コーチを、させていただいてて、自分自身も感じたので、まあ、あのこの人結構上手だなとか熱いな、あ全然勝てねえなと思うような感じのがあって、まあ、そこが長けてる、まあ、かといってねそれだけはであの練習してるわけではないんですけども、まあ、ちょっとですね、で特にこの2個ってマスターすればすごく上達していくし、結構ポイントも取れて自分のペースでテニスができたりするんですけども、間違ったイメージで定着しちゃうと逆に弱点になっちゃうんですよ。だからスライスでしっかり沈めてしのごうとか、ね、チャンス作ろうと思ってるのに、あなんか逆にあスライス来たらラッキーって、ね、相手からしてみたら浮いちゃう、この打ち方してたら絶対に余裕で返しちゃう、打てちゃうっていうのもあるんです。スピンとかもしっかり回転かけてるつもりでも勢いなかったり重くなかったりすると、相手がねあラッキーチャンスボールパーンって球出しみたいな感じになってね、返せる、まあ、ちょっと簡単なポイントをお伝えしていきます。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。はい、ではまずはボールを取っていきますね。まあ、ちょっと上半身の動きだけですね、簡単に、レクチャーしていきたいと思います。まずフォアハンドのストロークなんですけども、フォアハンドのストロークこう打っていく際にラケットこう引くじゃないですか。でちょっと昔に、まあ、たまにそういう教え方する方もいるんですけど、基本的にNG なのは個人的にはね特にそう思うんですけど、こう下から引いてしまう。これでこうすると下から引いた分そのまま返せばこれスピンかけられるっていうね、こうイメージに、なりがちなんですけど、そうしていくと相手から見た時に要はこの動作でしかスピン打てないじゃないですか。なってくると要は常に打点を落として打ってるってなるんで結構脅威じゃなくなってくるんですよ。ですからこう高くねこうやってね引けとまでは言わないですけども、他の動画でも上げてるかもしれないですけど、こう親指と人差し指上向いた状態、この状態、まあ、こう引いてもいいですし、こう引いてもいいですし、とにかくこの胸の下を通らない、ね、親指と人差し指、ね、こう胸の横もしくはこう上を通っていく、これが大事になってきます。はい、まずは引くところですね、フォアハンドのスピンですね、これ大事になっています。はい、でまたここでセットして打っていこうってなっていた時に、大事なのはね、このせっかくセットして、ね、でまあ、高いボールだったらそのまままっすぐこう打っていけばいいです。で、相手のボールがねやっぱそんなにこうチャンスボールじゃなかった場合っていうのは一回こう、ね、低いところでこう取っていかないとダメなので、ラケットヘッドを下げていくと。で下げていくポイントとしては、引いてきてラケットの重さを感じてあげる。そうしていくとしっかりと、ね、一緒にこう膝も曲がってきますし、腰がこう落ちてきます。だからラケットを、ね、こう引いた時に重さを感じる、この状態でテイクバックして構えていくと普通に前にスイングしやすくなってきます。はい、このポイント結構重要です。だからこの重さ感じずにこのまま立てて引くと、どうしてもね、ここで力んじゃって、せっかく、ね、しっかりこうテイクバックできているのにヘッドが落ちずに、このままこうやってあと力んでこう入りがちなんです。なので
こう下から引く打ち方になりがちなんですけども、ここでセットして重りをか、ね、重さを感じていただいて、こう前に振っていくと。でポイントは体の前でこうやって音が出るのかどうかって、チェックしてあげると、いいと思います。で大事なのはこの連続動作になっていれば、しっかりここで重さで感じて落とせていれば、当たった時って別にこういう振りをしなくても、そのまま当たったらラケットをこう縦に振っていくと勝手にボールは落ちていきます。だから、ね、下から前に振ろうとして、ちょっとね横向きではなく、こっちじゃなく、ね、少しこう前に振って最後こう縦に持っていくと意外と打てます。でポイントとしては、初めこう力抜いた状態からこうやってしっかり回転かけられるか、この状態からこうやってできるか、ね、この流れが分かってくると、大事なのはここで力を入れない、どちらかというとこの勢い余韻で加速させてシュッと振っていく、手の力を抜いて、もうここのラケットの重さを感じて、このまま体で振っていけると、これスピン、かかってきます。はい、なので、ちょっとここのポイントを意識していただくと、だからゆっくりでいいんですよ。だから変な話ね、スクールのレッスンだった場合に、まあ、お客さん同士でこうラリーとかあるじゃないですか。球出しの時にね、ちょっとだけ意識して、ね、これから使ってこうやって入って、こういう感じで球出ししても、いいと思うんですよ。要はスピンかかってても深く入ってこなければ、ね、相手がちょうどツーバウンするところで取れる位置をこう計算しながらこう出していくと、これだけでスピンショットの練習になってくるんですよ。ね、仲間内でラリーしていく時もちょっとこうやってね、こうこのポイント意識してあげると、はい、良いと思います。まあ、一番失敗しやすいのは、せっかくヘッド落としてもここで手首に力が入って しまいがちなので、はい、本当にもう手首は最後に使うだけ、それまでは体を大きく使って、分からなくなったら、ね、背中反対の手隠していくと、大体ここの軌道が分かりやすくなってきますね。もうこの繰り返しで、確実にですね、マスターすることができます。で次スライス、ちょっと時間食いちゃいましたね。スライスってなんか時間がね、相手からこう、なんだろう、ゆったりとこう時間をね、こう稼ぐために使いがちなんですけども、これ一番ねやってて、これまあコーチもまあ教え方にもしかするとね、問題があるのかなっていうのもね、たまに気になったりするとこあるんですけど、なんかスライスってなんかふわーって、なんかふわーって打つイメージあるじゃないですか。でもこれ実際ですね、私ちゃんとコーチにお伺いしました。そういうことはロジャー・フェデラーにですね、スライスを教えたと言われている、トニー・ローチさん、レイトン・ヒューイットとかですね、パッド・ラフターとかをね指導された方ですね、はい、でおっしゃったんですけど、やっぱねスライスって ここなんですって、このパンチ。だからここがちゃんと、ここでしっかり力が入っていかないとダメなんですね。だから逆に言うと、うわーっていうのは、これはスライスといってもちょっとチャンスボール気味になったり、まあね、相手のミスを誘うとか、なんかこう自分がそれしっくり言ってんのとは、まあダメだとは言わないんですけど、やっぱね、スライスってなんかこうってふわーって、だからたまにこう、まあ今はそんなないですけども、まあ、レッスン中で、まあ、初めて会うお客さんもなんかふわーってで追って、でこれで構えればいいんですよ。なんかこうやってこれで終わっちゃうんですね。だから慌ててフォア来たらこう構えるし、バックも来てもまた慌ててこう引いちゃうんで、どちらかというと当たる瞬間が、ね、大事になってきますから、まあ、いわゆるこの手刀ですよね、この手のここでこうチョップするような感じ、こういう感じでしっかりと体の前で持っていくと、これだけでスライス、まあそんな僕上手くないですけど、かかるんですね。だからここなんですよ。あとはこのアングルだと難しいんで、こっちのアングルでいきましょう。こっちに打つとした時に、こうスライスをこう打ってきます。打っていって、打った時にこういう動きをしてしまう。そしたらどうなるかというと、手首で打っちゃってるんで、ボールのコントロールも効かなくなるし、こうしっかり低く滑っていかないんですよ。ですからセットして、まあ、ここで打つようなイメージで打った後もここでこっちです。だから、まあ、万が一こう入ったとしても手首は使わないです。で、まあ、こっちに打っていきましょう。イメージとしては、ここからこうではなくて、しっかりとこういう感じで持っていくっていうのがね、すごい大事になってきます。で、やっぱり最後大事になってくるのは、ボールの下を切るっていう解釈をしがちなんですが、ラケットを、ね、立ててテイクバックをすれば、あとはそのまま前に下ろしてくると、自然とここでスライド、
ここの落差である程度ちょっと、ね、前に持っていくだけでもスライスでこのままかかっていきますので、変にボールの下を切ろうとするよりも、これも一緒ですね、ちょっと後ろにセットしたらこのまま前に持っていく、これだけで OK なんですね。だからこのポイントを履き違えてしまうと、いつまでたってもこうスピンでも展開できないし、バックハンドスライスも時間を稼ごうと思ってるんだけど、なんかこうチャンスになってる。でよくスライス合戦になってロブ上げられるんですって言われることもあるんですが、低く滑ってきたロブはそんなに、まあ、なんだろうな、よっぽどレベルの差がない限りは逆にチャンスを作れたりするよね。ですからスライスはもう本当にしっかりとここで持ってってあげる、ね、この手刀の部分ですね、こういう感じですね、こういう感じでそのままこう持っていくと。で、スピンの場合はもうここが大事になってきますから、テイクバックして下から、ね、前に振っていくと、この形、はい、ちょっと意識してみてはいかがでしょうか。まあこれを基本さえ覚えていれば、あとは自分の感覚でのクオリティを上げていくことができますので、もしよろしければご参考ください。はい、といった形ですね、簡単フォアハンドスピン、簡単バックハンドスピンのアセスペでした。よろしければまたご覧に、ではさよなら、アラマンチュー。豊富な男性女性スタッフが揃っているのはとてもおすすめポイントです。ではお待ちしております、アラマンチュー。